とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もやっていきましょう。2ついいものが出るまで、やめられません。先日7時間半、8時間ぐらいかな、かかっちゃって、もうやめようかなと思ったんだけども、やります。もう最高のやつ欲しいんでね、やって出していきますよ。あ！え？なぜビーストバーストが発動しなかった？なぜだ？なぜか発動しなかったけど、もうちょっと待って、次はいける、次いける。嘘ー、船！おぉ！あっぶね、死んだと思ったわ。いや、次はもうミスらないよ。うん。なんでさっき発動しなかった？召喚する前に回復をしたのかな？まあ、こういうボンミスもたまにはありますさ。では行きましょう。一発目。今日は、2時間ぐらいで終わらせてくれ。頼む。頼むよ。あ、でも骨の攻防で意外と強いんだ。いや、エンチャ微妙。こんぐらいのね、攻撃速度のやつだったら、吸血が欲しいんだよね。あ、まあ、リフレッシュでもいいよ。いやー、良くない。あんまり強くないな。ノーマルダメ。裏切り。ノーマルダメ。出だしは良くないね。では、頑張っていきましょう。惜しいなぁ。黄金もついてて、ロールチャージとバーストボーストリングなのよ。惜しいなぁ。クールダウンショットさえついてれば、めっちゃ良かったんだけどなぁ。で、しかもこれ、貫通まで真ん中ついてるからね。もしかすると、ダイナモ無限のクールダウンショットいけたかもしれないんだけどね。惜しい。今回意外と早く出そうな気がしますね。惜しいのが来てる。これ欲しかったなぁ。あー、惜しい。また惜しいのが来た。クールダウンショットと流れ込む魂もついてる。これ真ん中にロールチャージ、アーティファクトチャージ付けは、かなり良かった。カバンビルドの、もうほんともう、かなりいいやつ、になるんだけどなぁ。流れ込む魂が弓につくと、これ、武器がフリーになるからね、すごいいいんだ。いや、惜しかったね。あ、クールダウンついてる。これ、これは一つにカウントしていいんじゃないですか？反逆者クールダウン。いいよ。で、真ん中に毒フォーカスあるから、怒りが使っていける。で、一番右は、あ、激光いいじゃん。激光はね、怒りと相性いいんだ。HP 半分ぐらいになると、速度が 20% アップか。なんかそういう感じだよね。まあ、高回復の場合は、一番右の変更をつければいいし、あ、これは意外と使いやすいやつだと思います。はい。お、早かったね。4回目でいいのが出ました。反逆者のアーマー、ゲット。あと一つ、すぐ出てきてくれ、頼むよ。このダイヤモンドのツルハシはいいかもしれない。ちょっと探してたんだよね。今持ってるのもあるんだけど、それはね、衝撃波と旋風、輝きがついてるんだけども、輝きはね、釣り竿連打とは、向いてない。合わないのよ。なので、重力がちょうど欲しかったんだ。重力、旋風、衝撃波で、これかなりいいと思う。意外とこれ欲しかったんだけどな。これちょっとゲットしときましょう。まあまあ、これは、一つにはカウントしないでおこうかな。まあまあ、これはなかなかいいと思います。これゲット。これは、悪くない。悪くないよ。まず、闘志の締め具でしょ。衝撃波、1なんだよな。これ3だったら、もう間違いなかった。強かったんだけどね。まあ、1。で、真ん中が旋風でしょ。で、一番右が、クリティカル。で、左が、まあ、鋭利でもいいし、リフレッシュでもありか。リフレッシュはまあまあ、ちょっとなと思うけども、まあ、エイリーをつけて 6% 吸収で回復していくっていうのもありかな。かなり攻撃的な締め具だと思う。で、星泣き夜、これもね、悪くないんだよね。
一番左に、リフレッシュでしょ。で、真ん中が、まあ、クリティカル虚無、どっちでもいいと思う。で、右側が、まあ、爆発を入れていいんじゃないですか。なかなかいいとは思うけども、最高のやつではないんだよな。どうしようかな。まあ、とりあえず、この締め具をゲットして、あと3回いきます。あと3回で終わりましょう。うん、まだね、2時間ぐらいしか経ってないんで全然大丈夫です。3回だね。あと3回回って終わりということでいきましょう。今日意外といいのが出たよ。1回目、ダメダメだ。もう見た瞬間ダメってわかるわ。もうこれしかないでしょ。あ、使えなくもないのか。輝き、いやいや、よくないよ。よくないよ。全然攻撃的なスキルがないじゃん。では、2回目いこうか。ダメ。2回目。スイフトは、いや、なんだこれ。お、あー、ダメだ、ダメだ。ダイナモはついたんだけどね。これの251は、ギフトでもらってるからいいんだけども、まあ、いやいや、263欲しかったな。貫通がなし。できれば、これの、ダイナモ貫通、マルチショットが欲しいんだよね。なんとか出てくれないかな。これかなり強いんで、いいんだけども。まあまあ、次行きましょうか。最後はどうだ。あー、惜しい。何これ。惜しい。クールダウンショットはあるけども、他がないのか。ダイナモがついてる。こっちもダイナモついてる。なんかやたらダイナモつくね。バーストボーストリングもあるから、すっごい惜しい。すっごい惜しいね。フレイルはまあもちろんいらないけど、なんか今日もうちょっと続けたらいいような気がするんだけどね。まあまあ、とりあえず、ここで終わっとくか。本当の本当、ラスト。まあ、ハープはワンチャンあるね。今回、ダイナモが結構出たから、どう？ダイナモ2、貫通、出たけど、ダイナモ2か。2なのかよ。まあ、ないよりはマシか。なんか微妙な感じだけども、まあ、一応出てきてくれてありがとう。はい、ということで戻ってきました。最後は惜しかったな。あれダイナモ3だったらマジで最高だったんだけども、まあ出ただけラッキーかな。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。